熱気球熱気球とは気球の一種で気密性の袋の中に下方から熱した空気を送り込みその浮力で浮揚して飛行するもの熱気球は玉川と呼ばれる袋の中の空気を下部に取り付けたバーナー等で熱し外気と比べて比重が軽くなることで生じる浮力で浮揚する乗員は通常玉川の下に取り付けられたゴンドラに乗る一部ハーネス等で パラグライダーのように釣った状態で飛行するものもある。バーナーの火力の調整による上昇、加工のみが可能であり、水平方向の移動は基本的には風任せである。飛行船のような自前の推進力で水平方向の進行方向を選ぶことは基本的にはできない。だが、風の向きと強さは高度によって異なるため、 進みたい方向の風を想定し、それに乗るべく高度を調節することで、どの方角に進むか、ある程度選ぶこともできる。熱気球の上部には、玉被内の空気を抜くための弁がある。弁には、隠し構造があるが、一般的なものでは、パラシュートと呼ばれる円形に縫製された布によって、内圧で塞がれている。排気を行う場合は、排気弁、 通常リップラインと呼ばれる紐を引くことによってパラシュートを引き下げ廃棄する。廃棄弁には本来大きく分けて2種類の名称がある。ダンプとリップである。ダンプは上空で飛行中使用することを目的とし、リップは最終廃棄を行うためのものである。前述のパラシュート形式の弁の場合、この両方の機能を合わせ持っているために操作策は、 リップラインと呼ばれる。熱源となるバーナーの燃料は LPG を使用しており、飛行時間にもよるが、一度のフライトで一般家庭が使用する約1から2ヶ月分の LPG を消費する。その他にも特殊フライトをする機体では別の燃料を使用する事例もある。熱気球の飛行は、その地域を管轄する空港との調整が必要である。航空路や、 完成検討を避けたエリアに対して飛行可能であるエリアや高度が決められる。飛行可能となるエリアはノータムとして申請し、一般の他の航空機に対しても公示される。一部の空港に近接した地域では、離陸前および着陸後に空港へ連絡する必要がある場合もある。点灯、モンゴルフィエ兄弟の実験、モンゴルフィエの熱気球の飛行の様子古くは、 諸葛亮が点灯という熱気球を発明していたという俗説がある。また友人飛行に限らなければ、ポルトガル人バルトロメウ・デグスマンがモンゴルフィエ兄弟よりも早く熱気球の実用模型を飛ばしていたが、これらはいずれも小型で気球というより風船に近い存在であった。熱気球による初の友人飛行を成功させたのはフランスのモンゴルフィエ兄弟である。 二人は煙突から立ち上る煙から温めた機体を袋に詰め空を飛ぶというアイデアを着想したと言われる。最初は暖炉の煙を紙袋に詰めて実験し自分たちの理論が正しいことを確かめるとより大きな袋を作成する。1783年6月5日に無人での飛行に成功。同年9月19日にはベルサイユ宮殿で ルイ16世やマリー・アントワネットの前で動物を乗せたデモンストレーション飛行に成功。同年11月21日にピラトールド・ロジェとフランソワ・ダルランド公爵の二人を乗せた気球がブローニュの森から飛び立ち90メートルの高さで25分間約8.8キロメートルを飛行した。発明者たちの名をとってフランス語などではモンゴル・フィエールが 熱気球を意味する一般名詞となってもいる。モンゴルフィエによる有人飛行の10日後には、ジャックシャルルによる水素を詰めたガス気球の有人飛行が成功する。人類で初めて気球に乗った飛行者のロジェは、翌々年1785年6月15日に、自らが考案した熱気球と水素気球を結合した新型気球でドーバー海峡を 飛行試験中、水素に引火した爆発で同乗者のジュールロマンと共に墜落死し、人類初の気球による死者となったと呼ばれている。気球は一時期ブームとなったものの、風任せであるため旅客、物資輸送等には適さず冒険家による、長距離飛行記録など金持ちの趣味の域を超えるものでは、なかった。また、空中での火力維持と燃料供給の難しさから、 熱気球よりもガス気球が主流となった。その後、気球は飛行船や飛行機の発明により衰退するが、第二次世界大戦以後スカイスポーツとして復活した。1959年アメリカで NASA などとの共同作業で、レイブン社の技術者、エド・ヨーストラによって、近代的熱気球が作られ飛行が行われた。近代的熱気球とは、ナイロンなどの化学繊維を玉川とし、 プロパンガスを燃料として飛行するものを指す。この飛行の成功から数年後、初のスポーツ用熱気球が、レイブン社によって市場に販売開始される。その後イギリス、フランスなどにも気球メーカーができる。ガス気球の世界で、名が知られたピカールも、人力熱気球を製造していた。日本で、日本人による、最初の有人飛行を熱気球で行ったのは、京都大学。 立命館大学を中心とする京都の学生たちからなるイカロス商店グループと北海道大学の探検部が共同して作成した熱気球である。この熱気球には初飛行時には名前がついておらず取材に来たテレビ会社の記者が呼んだ空坊主という仮の名前が使われていた。初飛行は1969年に 北海道の陽定山を望むマッカリ村において行われた。熱気球の分担内容は、イカロス商店グループが玉川とゴンドラを、北大探検部熱気球班がバーナーを、それぞれ独自に作成し一つの熱気球として完成させている。なおこの熱気球の玉川の形の決定には、兄弟製の島本信夫が、電子計算機を用いて精密な形状の決定を行った。 飛行時のかなソラボーズは、後に、イカロス商店グループにより、イカロス5号と改められたので、現在は、イカロス5号が正式名称とされている。なお初飛行も担当した、イカロス商店グループの梅沢エリオは、文化人類学者である、梅沢忠夫の息子にあたる。これ以降も、北大探検部アフリカ藩、未知の会、境内探検部、 広大熱気球部など次々と熱気球活動を行う団体が設立され、スカイスポーツとしての熱気球競技が盛んになっていく。2014年にはブラジルで開催された熱気球世界選手権で藤田雄大選手が日本人として初優勝した。日本の熱気球の活動はイカロス5号に触発され、大学探検部などによる自作した気球により飛行する。 活動から始まった。多くの大学にクラブが創立され、気球を制作し、フライトを行った。飛行するためには試行錯誤と長い制作時間を要した。その後欧米の気球メーカー製の機体が輸入されるようになり、一般化する。大学クラブの衰退もあり、現在では自作気球はほとんど作られず、ほとんどの熱気球がメーカー製である。 アメリカ同時多発テロ事件以降、航空機である、気球製造に関わるメーカー側がかける生産物、賠償責任保険と、ユーザーがかける、賠償責任保険が数倍に高騰し、気球活動そのものが、とても大きく影響を受けていて、気球メーカーの販売額は、テロ以前の25%以下にまで落ち込み撤退する、メーカーが出ている。熱気球は、大きく分類して、 玉川と呼ばれる部分と乗員が登場し燃料を搭載し熱源となるバーナーなどが搭載された下回りと呼ばれる部分によって構成される。玉川部分と下回りは 3mm から 5mm のステンレスやケブラー繊維のサスペンションケーブルで接続される。下回りはゴンドラ、リジットポール、バーナー、ロードフレーム、シリンダー、 ケーキなどから構成される。バーナーと膨らまされる玉川玉川の内部、中心に見える、円形部分の開閉による熱気の大気解放と、バーナーによる玉被内の空気加熱によって、気球の高度を調整する。サーモグラフィーによる、熱分布画像飛行状態の熱気球において、最も巨大な部分。収納時は、すべての空気が抜かれ、ゴンドラに収まるくらいにコンパクトになる。 材質は主にポリウレタン機密コーティングされたナイロンやポリエステルでできており、荷重を受ける部分はナイロンやポリエステル製のロードテープにより補強されている。これらは主にポリエステル等の糸で縫製されている。耐熱性を要する場所はノメックス等の糸で縫製される。また、バーナーの近くは耐熱性を高めるためにアラミド繊維のノメックスやコーネックス。 ノボロイド繊維のカイノールなどで耐熱性を高めたものもある。飛行するごとに機密コーティングや素材の強度が劣化していく。素材により異なるが通算約200から600時間飛行することができる。形状、大きさ、配色は用途や購入者の思考によって多種多様である。シェープ気球と呼ばれるものをかたどった特殊な気球も存在する。 熱気球のバーナー球被内に熱気を入れるための器具。近代的熱気球のバーナーはバーナーに備えた熱交換コイルで液体プロパンを加熱し一気に蒸気に変えて爆発的に燃焼させ高い出力を得られるような構造を採用している。家庭用コンロのように気化されたガスを直接使用するものではない。燃焼時には大きな音と共に大きな炎が放出される。 基本的にバーナーには2系統のシステムがあり、1系統が上空で故障しても安全に飛行できるように設計されている。バーナーの出力は近代的熱気球が出てきてから徐々に増加する傾向であったが、20世紀終わりには十分な出力が得られるようになり、その技術変革は気化ガスを使用していたパイロットバルブを液体からのものに変更することや、 低ノイズのシステムを模索し、さらに人間工学的操作性の追求へと至っている。初期には燃焼によって大きな爆発的騒音が発せられるバーナーが多かったが、地上の動物や人への騒音問題で徐々に低騒音化されるようになった。現在では空気との混合方法を改良した様々なノズルがメーカーから販売されており、以前に比べ、 低騒音のものになっている。これらが普及するまではバックアップシステムでもあった液体を直接放出し着火するシステムが低騒音化を行うために使用されることもあった。初期のヨーロッパ系システムはガス気球からの発送でバーナーとゴンドラとの間をアイヤーのみで接続していた。そのためバーナーが着陸時の衝撃により落下する危険性があり搭乗者に ヘルメットの着用が求められていた。しかし現在では、ロードフレームとナイロン樹脂やポリカーボネート製のリジットポールによってバーナーが支えられているため、バーナー部分が登場者の上に落ちてくることはなくなり、ヘルメットを着用するかどうかは意となっている。アメリカ系のシステムではバスケットとバーナーはアップライトと呼ばれるアルミや塔などで作られた上部構造で支えられるものが、 近代熱気球初期から使用されている。シリンダー一般家庭で使用される LPG ボンベとほぼ同等のものであり、燃料容器、形状からシリンダーと気球界では呼ばれることが多い。一般的な熱気球用のシリンダーには、気体供給用と液体供給用のバルブ二つと残量計がついている。日本国内で使用される熱気球では、 容量 20kg のアルミ製ものが多く使用されている。欧米では強度や耐熱性でより安全性の高いステンレスが主流となっており、容量は 30kg のものが一般的である。実験的にカーボンやチタンの燃料容器が作られたこともあるが普及はしていない。熱気球に使用される燃料は液化石油ガスの中でプロパンが主に使われる。 市場には、プロパンと、ブタンが流通しているが、常温での蒸気圧が高いプロパンが使用しやすいためで、ある。国によっては、ブタン混合燃料も使われるが、その場合窒素ガスなどで加圧して使用される。ゴンドラ人が乗り、燃料を搭載する部分である。ゴンドラとバーナーは、ステインレス製のワイヤーによって接続されたり、アルミやステンレスのロードフレームとリジットポールよび、 ワイヤーにより接続されたりする。ゴンドラが糖を編んで作られているので、バスケットと呼ばれることも多い。補強のためにワイヤー、アルミパイプなどが編み込まれていて、ロードフレームを経由して玉川と連結されている。テーブは糖で編み込む構造のものとマリングレードのプライウッドなどを使用するものがある。構造の主体に糖素材を使用するのはフレキシブルな 構造なので着陸時の衝撃を吸収できるためである。バスケットの上部ヘリなどは乗員に優しいようにパッドや革素材などで保護されている場合が多い。そのサイズは平面で1メートル四方程度から2メートル X3 メートルぐらいの大きなものなど登場人員に合わせて様々なサイズがあるが3人ぐらい登場するものは1メートル X1.2 メートルぐらいの サイズのものが多い。四角いものが多いが、三角形のバスケットを製造するメーカーもある。数と乗りの小さな機体ではハーネスで乗員や機材を釣っただけのものもある。また、特殊な飛行で高々旅、または長距離に及ぶ場合、FRP 製などのカプセルがゴンドラとして使われる場合もある。熱気球に通常搭載される飛行景器は高度計。 昇降計、温度計が組み込まれたものである。高度計は、現在の高度を示すための器具。昇降計は、気球が上昇しているか下降しているかを示し、その速度を表示する。温度計は、気球の上部につけられたセンサーの温度をケーブルもしくは、トランスミッターで計器に伝えて表示される。構造的には、旧来のアナログ方式のものは、 アネロイド気圧計と同等で、主として長身、超新、単身とで表示される形式のものが使われる。最近では、感圧センサーとコンピューターを組み込んだデジタル構造で温度計トランスミッターを搭載したものが主流である。フライトの記録をデジタルで記憶させられるものなど、高機能化が進んでいる。また、GPS と連動して、 フライト記録を残せるバログラフ的な機能を持った機器も存在している。最近では携帯型 GPS が搭載されることが多くなっている。風に乗って飛行するため、正確な対地速度、飛行方向等を表示させられる GPS は高度計などに続く重要な契機となっている。特に熱気球競技においては必需品となっており、飛行鉱石を 大会側が管理するために、ロガーとしての搭載が強制となっている競技もある。さらに、GPS とパソコンを接続することによって、飛行功績、高度、時間等のログを管理することができるソフトウェアも活用されている。ガーミン製のものが多く使用されている。飛行中は、もちろんのこと、特に着陸前および着陸時は、地上のクルーに回収を手伝ってもらうため、 無線機による機内のパイロットと地上クルートの更新は不可欠である。気球を膨らませる作業を行うとき最初に冷風を送り込むガソリンエンジンで稼働する送風機。エンジンは 5HP、8HP 程度のものが一般的、プロペラは24インチから27インチ程度のものが多い。プロペラの素材は木材やアルミのキャストのものなどがある。飛行する気球を追いかけ、 飛行中地上からのサポートや着陸後の回収作業などに当たるクルーが乗り込み移動するための自動車で回収した気球の運搬も行うことがある。積載容積の大きいバン小型トラック、ピックアップなどが使用される。国内では、加湿容量や定員の観点から、トヨタハイエースや日産、キャラバンが多く使用されている。 日本国内で熱気球を操縦するためには日本気球連盟が発行するパイロット資格が求められている。しかし日本の航空法ではハンググライダーやパラグライダーと同様に熱気球も航空機として分類されていないので国家資格は存在せず法律上の免許制ではない。しかし欧米では気球及び熱気球は通常は 航空機のカテゴリーに分類されており、各国の国が発行するライセンスが必要になる。なお、パイロット以外の搭乗者には特に資格は必要ない。熱気球の操縦を行うための、いわゆる熱気球のパイロット資格である。取得するためには、以下の条件が必要。パイロット指導を行うための資格である。取得するためには、以下の条件が必要。試験官の資格である。 取得するためには以下の条件が必要。新規機体登録時及び機体登録更新時に気球の検査を行う者の,の資格である。取得するためには以下の条件が必要。気球の準備から飛行、回収までは概ね以下の要領で実施される。渡らせカップ12月の風熱気球競技を参照日本国内では航空法に基づき気球を飛行。 浮遊させる空域によっては、飛行、浮遊させることが禁止される場合、または飛行を、浮遊させる場合に事前に、国土交通大臣への届け出が必要な場合がある。事故はたびたび発生している。原因は様々であり、飛行中だけではなく飛行前の死亡事故のほか、着陸時の風による事故も発生している。ほか、建造物に引っかかったり衝突したりする事故なども、 発生している。ありがとうございます。